にちは。剣道カフェの静香です。今日の剣道カフェは、筑波大学4回生の星子選手、松崎選手に参加していただきます。星子選手は、第17回の世界大会に日本代表として出場し、日本の優勝に大活躍して貢献した選手です。また、松崎選手は、昨年の全日本選手権で準優勝という成績を残し、両選手は共に筑波大学のキャプテン、副キャプテンとしても活躍しております。今日は星子選手、松崎選手に今の心境や剣道に対する考えなど、そういった話を一緒にしていきたいと思います。それでは早速ですが、つないでみます。こんにちは。こんにちは。はじめまして、剣道カフェの石塚です。よろしくお願いします。お願いします。で、今日は星子選手、松崎選手、お忙しい中、参加ありがとうございます。いいえ、口調ありがとうございます。前からですね、星子選手と松崎選手の活躍はずっといろんな形で見させていただいてまして、個人的にすごいファンなんで、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません、最初ですね、まあ、私も星子選手、松崎選手とは、まあ、初対面なんで、まあ、簡単に自己紹介をさせていただきたいんですけれども、はい、私の方は高校が PL 学園出身で、卒業後に中央大学に入りまして、でその後にですね、パナソニック就職してから、6年前にですね、退職しまして、仕事をしてます。でその中で、剣道プロジェクトっていう活動をしておりまして、剣道プロジェクトっていうのは、剣道っていうのを、まあ、世の中に発信していきながら、まあ、いろんな方に剣道の魅力であったり、剣道っていうことを、まあ、興味持ってもらうように、まあ、活動してます。で今回はその中で、今やっぱりこの新型コロナの影響で、まあ、いろんな方が稽古もできなくて、まあ、そういった状況の中で何か一つ今できることはないかなということで、この剣道カフェっていうのを、まあ、させていただいております。で今回ですね、その中で星子選手、松崎選手もいろんな形で動画であったりメッセージ発信しているので、まあ、今回もこういった形に出てきていただくことについては、まあ、とてもいろんなことで活躍していたんで、私の方も見させていただいていたんですけれども、どうしてもですね、直接お話をさせていただきたいと思いまして、勇気を出して、波山先生にお願いしまして、今回、出演いただいておりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。すいません。星子選手から私の方も自己紹介をお伺いしたいんで、簡単に自己紹介いただいてもよろしいですか？はい。私は、星子啓太と言います。高校は、熊本県の九州学院高校出身で、現在、筑波大学の、4年生で、剣道部の主将をさせていただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。星子選手は、出身地は鹿児島ですかね。はい、鹿児島出身です。ああ、鹿児島なんですね。はい、鹿児島の今大阪府警にいる小澄さんとかも同じ学年なんですかね。そうですね、小澄もずっと中学校から試合してきている中で、とても仲良くさせてもらってます。あ、そうなんですね。はい、分かりました、ありがとうございます。続きまして、松崎選手、よろしくお願いします。はい、松崎健志郎です。私は長崎県諫早市出身で、高校は長崎県立島原高等学校を卒業し、現在筑波大学の体育専門学群に所属しています。現在剣道部副主将を務めています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。松崎選手は長崎出身ですか？はい、私長崎出身です。地元も長崎で、そこから島原高校に進学されたということですか？
はい、そうです。ありがとうございます。すごいですね、筑波大学星子選手キャプテン、松崎選手キャプテン、はい、すごいですねすごいですかいや、すごいですね。いやいや、なんかそんなことないです。2人はもともと高校時代からの、知っていたんですか？試合とか結構当たって。そうですね、もうほとんど、高校2年生の時からポジションが一緒だったので、まあ、毎週のように練習試合してました。あ、高校からずっとライバル的な関係ですね。そうですね、はい。小さい頃って星子選手はその剣道を始めた何かきっかけとかってあるんですか？私はもともとは野球とかサッカーがしたかったんですけど。あ、そうなんですねはい、姉が剣道したいって言い出したもんで、それで両親とも働いてますので、まあ、送り迎えとちょっと厳しい部分があるので、私も一緒に剣道を始めるっていう流れで始めました。あ、お姉さんの影響で始めたってことなんですね。はい、そうです。松崎選手は何かきっかけってあったんですかね？私は、父が剣道をしてて、で、その父に武蔵の剣っていうアニメあるじゃないですか。はい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 。あれを見せられて、剣道したくなっちゃったっていうのがきっかけです。あ、武蔵の剣見てなんですね。はい。私の時も、まあ、武蔵の剣ってリアルでそれを見ながらモチベーション上がってたんですけど、はい、皆さんの時も武蔵の剣って見てたんですね。そうですね、私も DVD 全部持ってます武蔵の剣いいですよね。熱いですよね、あれね。あれいいですね。星子選手と松崎選手はもちろんもう日々剣道で打ち込んで時間がいろいろないと思うんですけど、剣道以外の趣味とかって何かございますか？星子選手どうですか？私は音楽聴くことだったり、まあ前まではちょっと本は読んでたんですけど、ちょっと最近はサボり気味で読んでないです。なんか他に剣道以外で、まあ日常で何かされていることってありますか？あ、私ですか？はい。は今の期間だと、まあ料理するぐらいですかね。あ、料理できるんですか？できるっていうレベルではないと思うんですけど、一応してます。ちなみに得意な料理は何ですか？カレーですね。あ、カレー。はい。素晴らしいですね。ありがとうございます。松崎選手は剣道以外に何か趣味とかありますか？そうですね、私も結構似てるかもしれないんですけど、あとはなんか、まあ、映画を、まあ、この期間結構時間があったりするので、はいはい、まあ、映画だったりアニメみたいなのをアプリで鑑賞したりするぐらいですかねあとでも、もう毎食やってるので、まあ確かに趣味ではあります。はあ、この前の松崎選手の茨城県 の剣道連盟の素振り。あ、ありがとうございます。あ、すごいですね。この前動画見させてもらったんですけど。いや、大したことない。いやいや、日々からやっぱりああいう自主トレーニングとか素振りとかはされてるんですか？そうですね、はい。毎日やるようにしてます。まあ、星子選手、松崎選手は本当に剣道のもうずっと一本で頑張られてきているんだなっていうのをすごい感じてるんですけど、私ですね、星子選手に一つ聞きたいことありまして。はい、星子選手の噂で腕がすごい太いって聞いてるんですけど
まあ、そんなことは全然ないんですけど、実際は。右腕が、両方とも腕が太いんですか？右の方が全然太いと思います。どんなんですか？見えますか？見えますか？太っ！いや、すごい。全然そうです。なんかトレーニングで鍛えたんですか？これは多分素振りで自分はこうなっちゃいました、ね、うわ、すごいですね。ちなみに左腕はどんなんですか？左手はもう全然なんですよ。あ、いや、全然太いですね。いや、もう本当全然違います。いや、なんかもう噂ですごい聞いてたんで、すいません。ありがとうございます。全然大丈夫。松崎選手の腕も見てください、はい、せっかくなんで。いや、もう自分なんかそんなできてるかないですよ。見してください。マジっすか？でも本当に全然。いや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 、全然大したこと。本当にちょっと恥ずかしいですね。いや、素晴らしいですね。星子選手、全然話変わるんですけど、はい、好きな女優とかタレントっているんですか？女優ですか？結構ファンがやっぱ気になってるところで。女優って、女優か。でも女優さんもみんな可愛いじゃないですか、正直。はい、なんかそこに優劣はつけがたいですけども、自分は結構もうフカキョンはもう結構好きですね。へえ。ファンとか言えるレベルではないですけど。そうなんですか。はい、そのぐらいですかね。ちょっとよくわかんないですけど。松崎選手はどうですか？いや、自分の好きな女優って言われたらこうなんか絞れないんですけど、最近清野菜名さんが結婚されたじゃないですか。はい。あれはちょっとなんかショックでしたね。やっぱおめでたいなと思いますけど。そうですね。いや、はい、私をもう世代が結構離れてるんで、あれなんですけど、結構やっぱり星子選手と松崎選手の、まあ、ファンといいますかね、もうすごいいろんなことを私剣道居酒屋大阪でやってましてね、でそこで来るお客さんとかで結構直接私知らないんですと言いながらも結構聞かれる方多いんですよ。でやっぱりこう剣道やってる姿しか皆さん知らないんで、星子選手と松崎選手のファンがたくさんいるじゃないですか。もう二人ともあれでしょ、ファンレターとかモテモテでしょ。いや、ファンレターは一度だけしかいただいたことないですね。あ、本当ですか？はい、まあ、小学生の子にもらいました。松崎選手はどうですか？私も一度だけ小学生の子からいただいたことがありました。あ、本当ですか？多分あれなんですよ、出したくても出していいのかな、恐縮だなって思ってる人が多分たくさんいるんで、これからはファンレターは OK ということで。はい、もうぜひ。ありがとうございます。すいません、話がするのちょっとそれちゃったんですけど、星子選手の今までこう剣道をこうやってきて、剣道の魅力とか、この剣道の好きなところとか、何か教えていただければ。はい。まあ、一般的にはこう、年を取ってもできるっていうのが結構言われてると思うんですけど、はいはい。まあ、若い人からしたら、ちょっとそこの魅力ってまだ多分、わかんないのかなって思うので、まあ、私的には、まず階級とか種目で分かれてなくて、まあ、全員統一してやれるっていう
体型関係せずに試合できるということと、まあ、一瞬で勝負決まるんですけども、その中にも、まあ、細かい駆け引きだったり技術っていうのが、あるっていうところが魅力かなというふうに思います。そうですね。星子選手、試合の時とかっていつもその大会とかで挑む限りで何かこうどんな気持ちで戦ってるというか準備したりしてるんですか？そうですね、まあ、気持ちでまず、負けないっていうことが一番かなと思ってます。まず試合をまあ想定した準備はたくさんするんですけども、最後やっぱり気持ちの部分は大きいと思うので、最後そこで、気持ちで負けないために、日々練習するように心がけています。ありがとうございます。松崎選手はどうですかね、剣道の魅力とかこういったところが好きなところとか。そうですね、私はもうやっぱ攻め合いっていうか、もう駆け引きがすごく好きなので、そうですね、やっぱそのやる、まあ、対戦する相手によって、まあ、その駆け引きも変わってきますし、まあ、同じ手が通用しないのはもちろんなんですけど、まあ、その勝負が一瞬の中にたくさん組み込まれているのが、まあ、すごく剣道の魅力的なところかなというふうに思います。